束もなく日が暮れて、衣笠山に一番星です。樺柱を覆うコウモリも旗織る音も変わらないですね。
山に一番星です。かばしらを追うコウモリも旗折る音も変わらないですね。夏は日の車抱いたまま、別れと出会い繰り返す。
しようぜの砂木の瓶、池の水もに揺れていた京都お花さん、一人
巡り歩く比叡山一山の広さはおよそ2000ヘクタール、大半が自然林である。その中を縫うように走る行者道を酒井さんは歩き続ける。開放百日、毎日毎日山を歩く。なぜこんなに歩かねばならないのか疑問に思う。300日、亡くなった妻や予科練時代の友の顔が次々頭に浮かぶ。厚生会場長工場連合着生先生在宅よ練習の優勝ソン。そして500日を過ぎた今、もう過去のことは頭にない。突然出くわすイノシシ、鹿、ノウサギなど、今日一日無事に過ごせるかどうかだけが気になると酒井さんは言う。